前は何と言うんだろう。滝夜叉姫さんですね。ちょっと話を聞いてもいいですか。ええ、何かしら。あなた、こんな廃屋みたいなところで何をしているんです。父正門を亡き者にした朝廷への復讐の準備ですわ。というと。父平の正門は東国で勢力を伸ばし、都の朝廷に対抗して新しい天皇親王を名乗ったために朝敵とされ討伐されてしまった。なるほど、ここは復讐のための秘密のアジトなんですね。じゃああちらの二人は一体。正門は朝廷に謀反を起こした。成敗されて当たり前だ。何を。そうか、この左の男、大谷太郎光圀は滝夜叉姫の敵で、右は味方というわけか。大谷さんはなぜここに来たんです。私はこの廃屋に妖怪が出るという噂を聞き